はい、こんにちは、みちみちです。本日もよろしくお願いします。本日はですね、なっちゃんの子供たちが生後18日目になりましたね。18日目、今ですね、これからむきのね、ひまわりの種あげたんですけど、すごい食いつきがいいですよ。ほれ、ほいほいほい、あ、まあ、ダメ、1人1個、2個、こっちにもいますけどね。ほい、おか、あ、すごい声出してる。ほいほい、あ、わり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 、あ、落ちた、下落ちちゃった。最強ですね、最強のひまわりの種。このもうこっちこっち、おいおいおい、いあれ、これ食べる、気づいたかな。行ってみようか。はいはい、食べるかな。食べた、もうダメだよ、もうダメダメ、高カロリーですからね。何個食べてないか。おい、手で食べるから。はい、こっちで、はい、おい、こっち、あれ、はい、ダメか。はい、それでですね、ハムスターの春の過ごし方っていうのをね、ちょっと書いてありますんでね、ご紹介したいと思います。春はですね、1年を通して最も過ごしやすい季節って書いてありますね。春は気温や湿度が安定し、ハムスターが元気に過ごせる季節です。ハムスターを初めて飼う人はこの時期から飼い始めるのが安心って書いてありますね。赤ちゃんを産むのにも適した時期です。ペットショップにも子供のハムスターがたくさん揃いますって書いてあります。それでね、ポイントって書いてあるんですけど、ですね、朝昼晩で温度差が出やすく、日によっても寒暖差が激しいのがこの季節。床材の量を急に減らさずに、寒い時にも潜れるようにしておきましょう。また夏毛に生え変わるシーズンです。必要ならブラッシングもしましょうと書いてありますね。だってあれですよね、寒暖の差が激しいので、もう暑くなったからといって敷材を減らしてしまうと寒い時に潜れないと、そんな感じみたいですね。年間を通してですね、ハムスターの室温は20度から28度ぐらいが望ましいって書いてありますね。今ですね、21度なので、一応適温ってことですよね。
湿度は書いてないんですけど、やっぱり湿度もあんま高すぎるようだとよろしくないようなことを書いてあります。食事も書いてありますね。食事、タンポポや大葉、クローバーなど春の野菜を取り入れたり、栄養を豊富に含んだ春の野菜を食事に加えてみましょうって書いてありますけどね。まあ春だからといってね、油断しないようにということじゃないんでしょうか。まあこのロボロフスキーの場合は多少なんか寒さに強いとかね、暑さに弱いなんて書いてありますんで、まあ、自分の飼っているハムスターの種類によって若干変わってくるかなと思います。寝ちゃったかな、なんか寝ちゃいましたね皆さんね。今ね昼間のね4時ですね。昼間もうすぐ夕方になるんですけど、ちょっと夜行性なんで寝そうですねこれ。はい、といったわけで春のハムスターの飼い方というかね、適温とかポイントなんか書いてありましたんでご紹介いたしました。はい、では本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画もよろしくお願いいたします。それではさよなら、さよなら、さよなら。